ハイメオ・マーガルシアは、メキシコが衆国、タマウリパス州霊の差出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。愛称は、ジェーガー。野球好きの父ハイメから野球を教わり、高校時代には、メキシコのジュニア代表にも選ばれた。2004年の MLB ドラフト30巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名されたが契約には至らなかった。 2005年の MLB ドラフト22巡目でセントルイスカージナルスから指名されプロ入り。2008年7月10日にマーク・マルダーの故障者リスト入りに伴ってメジャー昇格を果たし、翌11日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー。しかし、8月26日の登板を最後にシーズンを終え、9月8日にトミー・ジョン手術を受けた。この手術の後、 新しい変化球の習得やフォームの修正が自身の成長につながったことから手術を人生最高の出来事と振り返っている。2009年はメジャーで登板するなくシーズンを終えた。2010年のスプリングトレーニングでカイルマクレランやリッチヒルラとの先発5番手に争いに勝ち、先発ローテーションに入り、163.1イニングを投げ13勝を挙げるなど大きく成長した。 2011年も前年に劣らぬ活躍を続け、特に請求力が向上。k Q が7.27から7.21とほとんど変わらないのに対し、b b Q が3.53から2.31に、KBB が2.06から3.12になった。7月にはチームと4年2700万ドルの延長契約を結んだ。 2012年は6月5日に肩を痛めて、故障者リスト入りし、復帰に2ヶ月以上もかかった。復帰後は、順調だったもののワシントンナショナルズとのディビジョンシリーズ、第2戦で再び肩を痛め降板した。結局、この年は20試合の先発登板に止まり、規定投球回にも届かなかったが、投げた試合では高騰して7勝7敗、防御率3.92という数字を記録した。 基本類打率も低く、12123回で7、基本類打であった。セントルイスカージナルスでの現役時代2013年は、序盤から高等が続いたが、突然崩れるようになった。これは、肩の関節唇を負傷していたのが原因で、その修復手術を受けるため、6月以降は、戦線離脱した。そのため、同年は9試合の当番に終わり、5勝2敗。 防御率3.58、ホイップ1.30という成績だった。2014年は、前年に受けた手術もあって、活液方炎を発症し、復帰が5月18日にずれ込んだ。さらに、6月下旬に、胸郭出口症候群に起因する肩痛を発症し、故障者リスト入りして、手術を受ける羽目になった。このように故障を頻発し、2年連続で10試合未満に、 止まる7試合の登板に終わり、防御率もルーキーの年以来の4.00超えとなる4.12だった。2015年、完全復活とはならなかったが、3年ぶりとなる20試合に先発登板。防御率2.43、自身3度目の2桁勝利となる10勝6敗、ホイップ1.05という素晴らしい成績を残し、チームの快進撃に一定の貢献度を示した。 請求力の高さや基本類打の少なさも健在だった。2016年は久々にフルシーズン先発ローテーションに入って投げ、32試合に登板して規定投球回にも達した。防御率4.67、2年連続2桁勝利となる10勝13敗、ホイップ1.38と実力からすれば低調な成績だったが、復活という一定の成果を残した。 2016年12月1日に、ジョン・アント、クリス・エリース、ルーク・ダイクストラとのトレードでアトランタ・ブレーブスへ移籍した。2017年開幕前の2月8日に第4回、ワールド・ベースボール・クラシックのメキシコ代表に選出されたが、3月2日に辞退した。シーズンでは7月までに18試合に先発して4勝7敗、防御率4.30であった。 7月21日のローサンゼルスドジャース戦で4勝目を記録したが、これがブレーブスでの最後の登板となった。2017年7月24日にバスカルイの後のトレードでアンソニーレッカー金銭10万ドルと共にミネソタツインズへ移籍した。7月28日のオークランドアスレチックス戦に移籍後発先発登板し、 6.2回3失点で勝利投手となったが、これが結局ツインズにおける唯一の登板となった。2017年7月30日にディートリックエンス、ザック、リッテルとのトレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。8月4日のクリーブランド・インディアンス戦で移籍後初、先発登板を果たした。3試合連続で異なる球団で、 先発登板したのは1891年以来128年ぶりのことだった。移籍後は8試合に先発したが、0勝3敗、防御率4.82に終わり、勝ち星を挙げられなかった。オフの11月2日に FA となった。2018年2月15日にトロントブルージーズと1年800万ドルで契約を結んだ。 迎えたシーズンは25試合に投げたが、3勝6敗、防御率5.93と振るわず、8月25日にビーフとなり、29日に自由契約となった。2018年8月31日にシカゴカブスとマイナー契約を結び、三加の AAA 級アイオワカブスへ配属された。9月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。移籍後は試合に投げ、 防御率4.70であった。オフの10月29日に FA となった。2019年1月9日に現役引退を表明した。オーバースローから最速95マイルパワー、平均90マイルパワーのシンカーとフォーシームの速球系を中心に、決め球である平均82マイルパワーのチェンジアップと平均84マイルパワーのスライダー。 その他に平均74マイルパーアワーのカーブ、平均88マイルパーアワーのカッターなどを使用する。ギガバイトパーセントがメジャー通算57%と高く、多彩な球種でゴロを打たせて取るピッチングスタイル。MLB ミルブ。ありがとうございます。